魔王、料理の目的とは何だ？人を幸せにすることです。僕の料理を選ぼうとするな。心からうまいと思った方を選べ。それが僕の料理だ。私も魔王ともっと釣り合えるような女の子になるためにいろいろ頑張らなきゃ。よし、いっちょやっとるか。俺は三聖章の面天使シェル。今年うまいにかけちゃこの大陸一を自負する変わり者や。俺のこの七星刀は万物を瞬断する。久々だな、魔王。昭和料理で人を支配する、それが裏料理界の秘められた野望だ。この広大な中国大陸の8つの地方に伝説の八中部は散らばり、中国料理界を守護すると言われておるのじゃ。今の僕の力がどれだけ通用するかわからない。でも僕は一度宮中士として裏料理界と戦う。あいつの料理は人を引きつけてやめない。それはきっと本気の魂で作っているからだ。将校の果てに砕け散るのは貴様であることに変わりはない。鬼を信じろ。決着をつけよう。続きは超ユシフの一番弟子特級中士の竜魔王神がお前の相手だ。